にちは、クイズキュンです。今回は一つだけある仲間外れを当てるクイズです。脳を活性化させ、ぜひ全問正解を目指してみてください。それでは早速やってみましょう。1問目です。次のうち仲間外れはどれでしょう。終了です。正解は電柱でした。家、距離、席、予定は開けると言いますが、電柱は違いますよね。よって仲間外れは電柱となります。2問目です。次のうち仲間外れはどれでしょう。終了です。正解はさくらんぼでした。桃、パイナップル、キウイ、スイカは皮を剥いて食べますが、さくらんぼはそのまま食べますよね。正解できましたか。3問目です。次のうち仲間外れはどれでしょう。終了です。正解は豆腐でした。からし、はちみつ、バナナ、マヨネーズは黄色い色をしていますが、豆腐は白いですよね。これは結構簡単でしたか。4問目です。次のうち仲間外れはどれでしょう。終了です。正解は冷蔵庫でした。書類、着物、皿、布団は重ねると言いますが、冷蔵庫は違いますよね。次は最後の問題です。5問目です。次のうち仲間外れはどれでしょう。終了です。正解はカツオでした。タイ、ウナギ、タラ、スズキは白身のお魚ですが、カツオは赤身魚ですね。
よって仲間外れはカツオとなります。ひらめくことができましたか？それではおまけの問題です。梨という漢字の中から違う漢字を30秒で探してください。タイムアップです。この問題の答えはクイズキュンの過去の動画で見ることができます。概要欄に動画の URL を記載していますので、答えがわからなかった方はチェックしてみてくださいね。最後までご視聴ありがとうございます。ズッキュンできましたか？よかったらコメントと高評価、チャンネル登録で応援をよろしくお願いします。それでは次回の挑戦もお待ちしていますね。